にちは、私たちマジカルパンチの声大丈夫吉澤遥です。はい、今回は私の誕生日会ということで、なんと2チームに分かれてケーキ作り対決ということなんですけども、おめでとうということでね、今回私のために作ってくれるんですか？そうですということで、まあどんだけね私のことを理解してるのかすごい楽しみですね。激ムズじゃない？すっごいこっち見てる。頑張りますよ。いや頑張ってください皆さん。ほう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 、マジみたいな。ちょっと吐き切れちゃう。吐き切れちゃう。ゆうな、そら、なお二人です。イエーイ。この二人で買い出しに行ってまいりました。ということで、こんなね、あの同じチームみたいなテンションでやってますが、実はここはねライバルチームでしてですね、今回はゆうなとはなチームでーす。はい、そしてそらとたまきチームでーす。はい、この2チームに分かれて、はい、作っていきたいと思うんですけど、うんうん、まず共通としてあるものが、そうですね、ゼリー紹介です。このスポンジの素、スポンジケーキの素、もうスポンジが出来上がってるやつを、手の方がちっちゃいから意味ないのそれ。もう隠れちゃってるから。はい、生クリーム、ゆうが普通のホイップの方で、はい、それはチョコレート味のクリームです、はい、この3つはね、あの共通のもので初期段階でもある、はい、うん、そっからそれぞれでトッピングを買ってまいりました。はい、まずさやちゃん紹介しますか。はい、はい、まずはですね、じゃじゃん、こちらのデコペンホワイト速乾性って書いてありますね。大事ね、こちらです。まあやっぱぐちゃってなったらダメなので、うん、そういうこと。あ、速乾の方を言ってみます。次がこちら、ミックスカラースプレー、はい、まあこれはトッピング用カラフルチョコ。いいね、美味しそう、それ好きなんだよね。これね、食べてよね、うん、これだけでもアイスクリームとかね、乗せて美味しい。そしてこれはクッキー。クッキーで、じゃん、こちらマシュマロ。まあなんか可愛いかなみたいな。うんうんうん。で、まあこれが食べ好物。まあこれを今回はちょっとメインに出していこうかなと。あ、やばい。そうなんだ。あ、思います。はい。はい、最後チョコパイです。はい。まあこれはまあどっかに入れられたらみたいな。最後まで悩んでたんだよね。そうなんです。買うかどうか。はい。それではこちらチーム、まずですね、はい、説明させてもらいたいんですけど、はい、あの間に挟むフルーツを買いたかったんですよ。うん、あ。そうで、はるかいちごだったら食べれてたのでいちご見に行ったんですけど、なんと瞬間過ぎてましてですね、うん、ちょっとね、いちごがねもうゼロということで、はい、もう何もない、あのいちごのいの字も見なかったなかったということで、泣く泣くちょっともうなんか間には挟みたいなということで、うん、履くと、まあ、はるかが好きかどうかはちょっと分かんないんだけど、あの見た目重視ということなんで今回あの一回間に挟ませてさせていただく、ね、桃でございます、うん。そしてこちら、はい、ね、アラザンミックス、はい、なんかはるかが好きそうなキラキラなので、いいな、このキラキラを買ってきました。ちなみにこれってさ、うん、両方の色使うから、ゆうなたちのチームだけで使いたいと思います。後ほど相談で。いやいや、あげないよあげないよ、なんでもらえると思ってで、私このデコペンの白と紫、あ、本当は水色が良かったんですけど、まあ混ぜて、そう、なかった、混ぜても水色にはならないですけどまあね、あのこれで何かをかけたらなと思います。はるか紫も好きなのでね。確かに、はい、そしてこちら、電食用色素、まあ、食紅ですね。何をしてるんですか、これで色をつけて、うん、あ、こういう風にしようかなっていうのを昨日の夜からもう、うわ、そう想像しているので、うわ、これを使って最後仕上げていきたい。で、あともう一つ、今はちょっと、ね、お見せしないんですけど、うん、最後の秘策をもう一個用意していますので、うん、さっきね買い出しの時にアサイージュース違います。あ、一個ねあるので、それはね完成の時にお楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、ということでね、まあ、何なんだろう。じゃあ、まあまあ、まあ、それぞれ結構ね、多分、うん、でもなんかね、見た感じこっちの方が豪華。まあ物はね、なんかこっちちょっとね、物を少なめなんですけど、まあ、え、待って、ハナね、考えてきてんの、ちょっと。あ、やばい、ぶつかっちゃうかもしれない。待って、待って、大丈夫かな。それでは、ケーキ作り、行ってみ。それでは、ケーキ作っていきます。シンガポール。はい、それではケーキの制作、あ、増田さんです。あ、山本さんです。山本さんです。早速ケーキ作りしていきたいと思います。どっちがはるかの
お眼鏡にかなうか、はい、頑張っていきたいと思います。頑張ります。それではケーキ作り、よーいスタート。まずはクリーム、まずはクリーム、まずクリーム塗ってもらって任せて、うまい、え、もういらないかな。いや、じゃあちょっとね、あんまりはるかちゃんの好みじゃない。そうだよね、入れて。そうなんだよ。え、こうやって買わない、使わないとかはありか。まあいい、あり、なんじゃない、予算内でやらせてもらった。確かに予選の勇気たので、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、入れさせてもらいます。え、天才じゃん、ね、めっちゃ可愛い。私思い浮かばれます。よかった。え、やばい。美味しそうだね。食べたい。うん、外側をコーティングしていきます。いいね、え、早くない？早い。やばい。大丈夫だよ。落ち着いて。落ち着いて。そう、落ち着きが一番大事なんですよって誰が言ってるんだろう。かなりそんなこと言われる日が来るなんて。そしてもなんか見てた。この間違って。うん、何？見ないでください。何？いいじゃん、スルちゃん。え、高さ出てるね。いったれいったれ、任せ。ホイップしか今やってないんだから。いったれ、今ハイジャーを、うん、いいじゃん。これはまあ、分かんないね。しかも塗っちゃおう、このままちょっとさ、アーティスティックな感じする。アーティスティックね。うん、なんかスクリームの感じ。あ、なんか手作り感。え、そう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 。え、もういっちゃおう、もういっちゃおう、2段目。それこすりに個もらってんの、私見かけた。なんかお会計の時に。あ、ちょちょがずるいって顔してる。ねえねえ、どうしたの？え、なに、そらちゃん、もしかして欲しいの？ヘラみたいな。もう一個あるけどいる？え、ゆうじろう出た？いいよ、はい、これあげるよ。どうしよう。え、でもせっかくでもめっちゃ取りやすいよ。確かに。ありがとう。めっちゃ取りやすいよ。優しい。優しいね。職場に行ってさ、水と混ぜて使うやつだよね。あ、そうなの？水と混ぜてその液体をそこに入れるんだ。大丈夫。まあいけるよ、食べられるもん。に、いっちゃいます。食べて、食べよう。ちょっと待って、ちょっと待って。ねえねえねえ、きれいにするわ。きれいにして。どういうの？なんか右もぐもぐしてない。もしえ、なんか食べながらやってんの、もしかして。うわー、気持ちがね、気持ちが違うわ。ああ、え、なんか可愛い、アーティスティック。え、なんかさ、アーティスティック。あと10分ぐらいです。え、やばいじゃん。いけるいけるいける。え、大丈夫、見えてる？絞っても、あの、白いよ。じゃあこれ伸ばして。一緒、白いよ。伸ばして。あ、でも一回待て待て、さ、はい、さ、色変かな。まあ食べるタイプがいい。
ケーキこれ絶対このさ周りの赤いの取った方がいいよ花。嘘だ絶対。これだってさ、え待ってでもこれも私から僕のは、うん、めっちゃうまい。本当に大丈夫よそれ。大丈夫だよ無理だよ。じゃあ取った方がいいよこれ。ほらこれこのこの6個ここの方がいいよ絶対。HPD HBD HBD HY あいいじゃんいいじゃんそれで、ね、ちょっとねあの HBD えなるねあひらがな。いや違うよ英語。えでもえ入るかな。なんか飛び出ちゃうのもう飛び出ちゃうのもう飛び出ちゃうどうしよう。はるか入れてみるか。うんさあいけるかな。やばいよ、はるかだけで攻めて書かれてるけど足りない。桜ものさ、この赤いのも全部さ、桜ものにベッドしちゃおう。ベッドしちゃおう、わかった。いけそう。待ってね、待って天才かも。あと、ねえあやちゃんが天才じゃない。あと30秒でやばい。
すごいはるかを思ってくれて作ってくれたんだなって思ったのはこっちだったの、うん、はい、なるほど。それでは、チーム分けですが、今回勝利したのはそらちゃん、たまきコンビでした。なんかね、なんか、うん、こっちの方がちょっと塗り方がガサッいや、そうなんだ、頑張ったんだけどね、時間なかったんだ、時間なかったんだか、そうなんだ、でもめっちゃいいさくらんぼ、わ、花が考えてた、そうそうなの、絶対これユーラちゃんでしょ、これユーラちゃん買い出し、100均で見つけたはるかのお兄ちゃんがちいかわ好きだから持ってみた、なんでお兄ちゃんだよしかもちょっとムスってしてるし、なんか乗せれるやつを探してて、で見つけて、めっちゃいいじゃんと思って撮ったこのちいかわの顔が、我慢してる時のはるかみたいで可愛いって、ね、これに選びました。確かにめっちゃはるかちゃんじゃん、可愛い、はるかっぽい、ちょっとね、こっちこっちがそらちゃんとたまきが作ったこれ一個いい、浮いてるのは、え、違う、たぶんチョコパイが結構あの高さを出すために入れたの、そう、たぶんそれで浮いてるように見える、浮いてるように見えるんですよ、あ、じゃあアイディアの一つってことね、まあ、そう、一緒だよね、まあ、店内ではある、浮いてることをはるかちゃんが言うまでみんな知らなかったよ、ね、浮いてる、まあでもとは思った、そうです、浮いてます、本当だ、浮いてるね、高さ出したかったの、でもなんかすごい、うん、ホイップがめっちゃうまい、めっちゃめっちゃお菓子作りがいるじゃん、そうなんですよ、ここのホイップめっちゃ綺麗、めっちゃなんかすごいお店っぽい、確かに、そう、これって色染めたの、そうなの、これ食紅で、あ、そういうこと、最初はこんなさくらんぼでいっぱい作る予定だったんだけど、あ、そうなの、私が下手くそだった関係でちょっとあのさくらんぼに見えなくなっちゃう。あでも確実にそうさ、あるよね、そう、なんかこうペイントみたいなやつ、それはゆうなちゃんのアイデアですよ、ありがとうございます、いやはるかちゃんのためを持ってきてたので、はい、このホールにケーキ分はあのはるかちゃん全部食べていただいて、そうですね、ありがとうございます、太っていただいて幸せになってもらえたらなと思います、はい、それではこの後ね、まあ、はるかちゃん一人で食べきれないよね、うん、そうね、みんなで食べたいと思います、はい、はい、ということで改めてはるかちゃんお誕生日